ロンデンマイファーシュンジャンパンメン。ノンフライ麺に液体ソースとピーナッツペーストがついています。麺は幅4ミリの扁平断面で、チリでは弱く輪郭ははっきりしています。固めで粘りや弾力感は弱く、縦方向には曲がっても横方向には絶対に曲がらないような舌触りです。重量感があり、じんわりと噛み切るような歯ごたえです。ソースはピーナッツをすりつぶして練ったような固めでざらついた舌触りです。香りもピーナッツが主体で、醤油の味がする液体ソースは全然目立ちません。辛い刺激がなく、旨味や塩分もほどほどで、ニンニクや生姜などの匂いもしません。中国の即席麺としては例外的に穏やかで控えめな味です。なので具を入れるにしても中華っぽさにはこだわらない方が良さそうです。姉妹品の練り油味はまさに中国の即席麺という感じでしたが、今回の品は全く違う雰囲気です。みんな大好きトントン。